どうも、桜井徹です。バッドノースの続きだ。はい、じゃあ次のターンで進んでみんなを回復させましょう。さあ、ここの島が大きく裂けるので、まあ、多分、弓兵、盾兵。まあけど、弓がいる時点で、3人もいらないけど、盾兵はマストで欲しい。で、盾兵は、上位互換と、まだ上げきってないやつがいるか、上げきってないやつでなんとかしのげれば嬉しいなーなんて思います。難しいな、どうしよう。上げきってないので行こう。はい、ゴー。難しいよね。戦力をバランスよくすりゃいいのか、それとも、ある程度特化で組んだ方がいいのかって。まあ、バランスだと思うんだけどな。どういう面でも対処できるように。盾兵こっちかなあ。いや、こっちか。一応、盾兵こっちに張らしとこう。どう来るかわからんけど。一体倒した。ナイス、弓兵。いやー、そっち行ったか。いいね。オッケー。まあ、これもなんとか行くやろ。あれね、結構そのランク、兵種のランクを上げると、命中力とかも良くなるな。なんで止まってんの？止まってるのは良くないな。どうしようか。よっしゃ、なんとか盾兵をおとりに使ってだ。よし、なんとかなった。まあ、ここはしのげるだろう。なんか小賢しいぞ。なんでそこで止まるんだ。よしよし。もう。よし。じゃあ、とりあえずこっち。盾兵は後で一気に行くから、物陰に隠れとこう。ゴー！よし、制圧。よっしゃ、あのハテナのところに挑めるぞ。次へ。さて、これは盾兵と弓とデカブツか。一応じゃあ、なんか変更しときたいな。盾兵は強くなってるから、弓兵ちょっとバージョンアップしとこうか。弓兵バージョンアップ。あと弓兵の特技も手に入れとこうか。うん。で、この子は、あー、これじゃないな。地雷って誰が持っとくといいんだろう。地雷か。比較的、機動力がある系の子がいいのかな。弓兵とかね、近接攻撃能力がないから、なんかしら、その、手段みたいな持たせておくといいのかもしれないけど。まあ、とりあえず、保留にしよう。よし、ここ挑もう。この3体でいけたらいいな。編成決定。さあ、ちょっと、いろんなところから攻められやすいから、ちょっと大変かもしらんけど。2箇所から来てんな。
う、めっちゃ来てるやん。どうしようか。とりあえず、あ、違う違う。槍兵は、こっちに陣取らせよう。よし、盾兵、そっち行ってくれ。よし、潰しちゃった。いいね。弓ここに出張っておいて、盾兵をフォローにつかせよう。弓兵の技。オッケー、いいね。デカブツが来た。デカブツどうするか。ああ。そうね、こことここ。まず上に登らせよう。天候で倒せたらそれはそれだ。どこにこれ着岸するんだ？ひとまずここに置いとくか。大概が右に行ったな。いいよいいよ。槍、槍。ちょっと待って。逃げよう。大丈夫かな？なんとか、盾兵頑張れ。倒した。どうする？どうする？余裕がない。なんとかなるか？逃げよう。ちょっと逃げよう。盾兵。やば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 。どうしよう。やば。あー、一体消えた。盾も消えた。やべえ。どうしよう。これは。これはやばい。これはやばい。これはやばい。弓隊は、だけでも逃したい。退却。無理だ、無理だ、無理だ、無理だ。これは無理だ。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。隊長が死んだ。あー、マジか。一気に3体もいなくなった。ちょ、待って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 。ちょっと待って待って、復活。弓隊にするかどうするか。この子やな。ロウェナ、ロウェナを復活。ただアイテム持ってたのにもう持ってないな。2体も減っちゃった。ここのハテナ何だったんだろう。見れなかった。次のターン。ここはなるほど。さあ、なんだろう、えぐかったな巨人の。いや、早々にもう上の小屋だけダッシュする流れにすりゃよかったんだ。失敗した。ここ弓があまり意味ないから弓は撤退させよう。接岸できるのはここだけだもんな。また2箇所あるか。いや、意外と難しいよな、こういう。配置系のリアルタイムシミュレーションみたいな。槍もあれだな、懐まで入られたらなかなか厳しいんだね。なるべく事前に配置しようと思うんだけど。
まずいな。ちょっと小屋入りなさい。ここで潰し合ってくれるといいんだけど。いいね、盾兵強いな。やっぱもん大事なのはランクなんだな。あと兵士1体捨てるぐらいやられるぐらいなら村の家を焼かれた方がまだマシ。数は減らした。うい。あ、オルウェンちゅうのが味方になったな。重火器って書いてある。いや、しかし、あと二人も仲間を失ったままだ。辛い。あ、ここ先にすべきではなかったか。こっちの方が優先だな。失敗した。時短。ここは弓と盾兵か。なるほど。温存してても今んとこ仕方のない人数だからな。4人で頑張っていこう。まあ上、弓部隊は上からの方が有利だし、とりあえずそこで陣取ってもらって、盾兵はまあ、あれだな。的になってもらって。やっぱ打ち下ろしの方がよく当たるやろうな。遠くに飛ぶし。オッケー。よしよし。まあもうこれは問題ないだろう。あれだね。兵士が無事でも指揮官やられたら、その部隊は終わりなんだね。よしよし。事前に配置してたら、まあなんとかなるわいな。まあこっちは弓兵だ。何とでもなる。援護に行ってあげて。問題はここの盾兵か。いや、ここはまあ問題ないやろ。そっちに行くか。まあそっちにもいっぱい人いるしな。ん？上に行った！やばい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 、逃げろ。あ、倒した。弓やるじゃん。よし、なんとか。ここのお金は稼いだ。アップグレード、アップグレード、槍がな、思いのほか早々に強化しないと押し負けるということが分かったから、槍を強化しよう。はあ、いずれこの二人をまた復活させられたらいいな。
ここは盾兵と弓と巨人。しばらくはあれだな、特にアイテムとかないもんな。あと思った、爆弾、誰か爆弾持ってたら結構変わるかな。盾兵がいいかな、爆弾持ち。装備、君は爆弾魔だ。なんだかいかんな。なんだかいかん。まあ、また全力で行きましょう。一番強い部隊。OK。マップが広くなると、それはそれでちょっと大変やな。ちょっとずつやっぱり難しくなるね。おお、びっくりした。はいはい、どうした、お犬様。弓の的をずらして、あとはちょっとずつ減らす。これは槍に任せりゃいいから、どの辺に来るかな。まあ上からここに陣取ってたら大丈夫なんちゃう。残りはまあ盾兵で潰させよう。あ、けどゾンがやられたな。デカブツ来た、デカブツ。デカブツはちょっと慎重に行こう。さっきえらいやられ方したから。厳しそうなら技使う。やばっ、盾兵を呼んでいる。よしよしよし。ちょ待って、ちょ待って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 、盾兵どれだ、これだ。ここに行って、で君は休んで、で盾兵よ、ここに爆弾置こう。君もここに爆弾を置こう。よし、撤退。やられるな、すごくやられるな。弓、盾兵こっち。一部隊死んだか？うわ、もうきつい、このゲームむずい。なんとか、よかった。なんて数だ。登ってくるものと信じたいが、一部隊死んだな。さあどうしましょう。あー、左に来た。持ってくれ、盾持ってくれ。一応最上位の盾にはなってるから勝ってくれるはず。よし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 。あー、残存兵狩り。また一部隊減った。勝利だが、勝利だが、なんとも辛い勝利だぞ。あー、一人死亡。ちょっとずつ減ってる。よし、じゃあ今日はバトノーズここまでにします。もう4部隊しかいなくない。あんなに牽制を誇ってた桜井の部隊がもう4部隊。悲しい。あー、はい、またよかったら続きも見に来てください。ではでは。